はい、今回は8月の16日、阪神対ソフトバンクの上さんの試合を振り返っていきましょう。このチャンネルは阪神タイガース情報を配信するチャンネルです。阪神タイガースファンの方でチャンネル登録していない方がいらっしゃれば、ぜひぜひ登録よろしくお願いいたします。ということで本編の方に戻っていきましょう。8月の16日、阪神対ソフトバンクなんですけれども、今日はですね、残念ながら15対6で敗戦してしまいました。まあ、スコア見ていただければわかるようにですね、序盤に1点、3点、9点と、いうことで13失点してしまいまして、まあここで決着、まあ勝負ありかなというような感じになっていますね。で、阪神タイガースの方もですね、まあ4回に1得点、5回に4得点、まあこの4得点はですね、相手チームのエラーもありまして、ラッキーの部分もあったんですけれども、返しています。で、8回にも1点ですね。これはノイジー選手のホームランになるんですけれども、ある程度の反発力は見せたものの、まあ、序盤の失点がですね、まあ、あまりにも大きく響きすぎてしまったかなというような感じですね。で、野手の方もですね、今日はちょっと残念ながらエラーも目立ってしまいまして、高寺選手が2エラーで、井上選手が1エラー、戸井選手も1つエラーという感じで内野手にちょっとほころびが出てしまったっていうところも、敗因になったのかなというふうには思います。はい、先発投手はですね、今日は阪神タイガースは西純也投手、ソフトバンクは大野投手の投げ合いで始まりましたけれども、西純也投手は残念ながら3回で早々にノックアウトという形になりまして、その後ですね、また、中継ぎ投手陣、結構出ましたけれども、このあたりは追って投手の方でお話をしていきたいなと思います。はい、スコアはですね、ざっとこんな感じになります。続いては野手の方の成績順番に確認していきましょう。今日もスタメンから順番に見ていきますね。1番ライト豊田選手、2番ショート高寺選手、3番センター小野寺選手、4番ファースト井上選手、5番レフトノイジー選手、6番指名打者中川選手、7番サード戸井選手、8番キャッチャー坂本選手、9番セカンド桃崎選手という並びになっておりまして、今日もいつも選手出てないんですよね。ちょっとコメントでもいつも選手怪我か何かかっていうようなコメントもありましたけれど、ちょっと私も調べてはいるんですけれども、なかなかそういった話も出てこずでして、ちょっと心配ですよね。8月に入ってから本当数試合しか出てないような状況で、まあ福島選手であったりとか小野寺選手がセンター守るって機会が増えているので、まあ本当に怪我とかそういうことでなければいいんですけれど、ちょっと心配ですね。はい。で、あとはそれ以外はですね、まあ今日もキャッチャーは坂本選手がマスク先発をかぶっていまして、昨日ホームラン打った中川選手がですね、指名打者で入っているというような感じになっております。はい、今日はですね、複数安打放っているのは井上選手とノイジー選手ですね。で、ヒット1本打っているのが豊田選手、高寺選手、小野寺選手、中川選手、戸井選手という形となっております。はい、まずはですね、井上選手の打撃から見ていきたいんですけれど、今日は2安打ということで、まあ、井上選手もですね、ノーステップに切り替えたから、ちょっと長打減ってるんじゃないかっていうような話もあって心配していたんですけれども、4回にですね、まあ、井上選手らしい外角低めのスライダー、まあ、ちょっと変化量の少ないようなスライダーだったので、まあ、半速球に近いような球だったと思うんですけれども、これをですね、引っ張ってレフトへのホームランと。まあやっぱりこういうホームラン見せられると、井上選手、長打っていうところですね、期待したくはなりますし、まあ6号なんですよね。まあ今シーズンちょっとホームラン少ないんですけれども、ファームの方でもしっかりと、活躍できていると思いますので、来シーズンこそですね、もう少し一軍での挑戦権であったりとか、チャレンジする場っていうのもですね、与えてもいいんじゃないかなっていうふうに思います。通算打率も2割9分1厘で、まあ、井上選手の課題を、ね、着実にクリアしてると思いますし、あとはこの率と長打のバランスですよね。まあ、このあたりがどういうふうになってくるかっていうところだけだと思うんですよね。なので、井上選手来季に期待かなというふうには思います。あとは、小野寺選手の5回のレフトへのツーベースも見事でしたね。まあ、小野寺選手らしいバットコントロールでですね、インコースに来た球、もうほぼほぼインコースに来るだろうと読んでいたと思うんですよね。まあ、体をある程度開いて、レフト線に綺麗にツーベース放ったりとか、このあたりは技の光るバッティングだったかなというふうにも思います。あとは中川選手もですね、今日デッドボール受けてしまったんですけれども、まあそれ以降も出場していましたので大丈夫だと思うんですけれども、4回打席に立ちまして3打数の1安打です。
はい、まあ、こういった形で本当に阪神タイガース打線はですね、活況に動いていまして、ファームの方はですね、本当に元気な選手いっぱいいますので、まあ、本当に凝り固まらずにですね、このファームの選手の成績であったりとか動き、プレー、見ることなかなか難しければ、和田監督とこう連携を取りながら、上げるべき選手は誰かっていうところを考えてもらいたいなっていうふうには思います。で、個人的にはちょっとこう野口選手がですね、やっぱり一軍でなかなかちょっとこう通用してないっていう感じるところもあるので、まあ、このあたりを入れ替えてもいいんじゃないかなと。で、まあ、個人的にはやっぱり井上選手であったりとか、このあたりは入れ替えてほしいと思いますし、あとは右の代打枠ですね。そして中川選手なんかもですね、ファームから一軍に上げてもいいんじゃないかなと思うんですよね。まあ、それぐらいバッティング、シェアなバッティングしていますし、長打力もある。まあ、こういう選手が一軍で活躍すればクライマックスシリーズ当然盛り上がってきますので、まあ、こういった形で勝ち進むっていうこともですね、あるかなというふうにも思うので、まあ、やっぱり今、阪神タイガース一軍目を向けてみると、打つ方で苦しんでると思うので、まあ、そのあたりの解決策になるんじゃないかなというふうにも思うので、昇格の期待していきたいなというふうに思います。はい。で、野手の方ですね、ざっとこんな感じでございます。投手の方も順番に見ていきましょう。今日はですね、先発は西純也投手、先ほど申し上げたように先発しましたけれども、残念ながら3回までと、打者19人に対して被安打8ですね、三振2、フォアボール2、デッドボール1、失点7、自責点6、まあ、3回投げて64球でした。で、防御率もですね、3.43 までちょっと跳ね上がってしまいまして、まあ、今日の西純也投手は悪かったです。で具体的に何が悪かったかというと、ストレートも全然走っていませんでしたし、ストレートが走らないから変化球もしっかり待たれるというような形で、まあ、本当にもう、出るたびにですね、ヒット打たれるような状況になっていまして、3回を投げて8本なので、まあ、フォアボールも2個ですし、デッドボールも1個。なんだ、11人出してるんですよね。まあ、それぐらいちょっと厳しかったかなと思います。まあ、ストレートも球速で見てもですね、141にしか出てなくて、まあ、本当にちょっとどうしたんだろうなっていうのが、正直なところですよね。まあ、西純也投手といえば、やっぱり2年前のあの活躍がですね、どうしても私はですね、忘れられなくて、まあ、特に2年前のあの、ジャパンとのオープン戦ですよね。まあ、そこでね、大活躍した西純也投手っていうのが、どうしてもちらついて見えていて、150キロストレートは超えますし、フォークもですね、キレキレだったあの頃っていうのがですね、ちょっと懐かしいなというような感じで、まあ、本当に今日はストレートも走ってませんでしたし、高かったし、まあ、ストライク取りに行ったストレートは打たれたし、変化球はしっかり待たれて打たれていたしっていう感じで、まあ、正直ちょっとこう何一つ褒めるところがなかったなというような感じで、まあ、これが、技術的な部分なのかメンタル的な部分なのかっていうのは分かりかねますけれども、絶対に西純也投手、持ってるものは素晴らしいものを持ってるので、復活してほしいなと思います。はい。であとはですね、その後を託された松原投手ですね。松原投手もちょっと今日は厳しくてですね、1回を投げて打者11人に対して被安打3、フォアボール3、失点6、自責点2ということで、まあ、やっぱりフォアボールが3つっていうのがですね、松原投手すべてだと思うんです。で、やっぱり松原投手ストレートの力はあるんですよね。146とか7、早い時だと8ぐらいまで出ますけれども、ストレートがですね、やっぱりシュート回転しているっていうところで、まあ、左バッターで言うとインコースに狙っても、真ん中付近に来ますし、で、右バッターにしたら、まあ、インコースの方に食い込んでくるような感じにはなりますけれども、ボール球になるっていうことで、見られるっていうような感じで、まあ、苦し紛れに投げた真ん中のストレートは結構狙われて打たれるっていう感じでですね、まあ、ちょっと厳しかったですね、今日は。で、松原投手はやっぱりここのストレートの質であったりとか、制球力、これが課題になってきますので、まあ、これを改善しない限りは、なかなか支配下っていうところもですね、絡まないのかなというふうにも思います。であとは、浜地投手、島本投手もそれぞれ1失点してしまいまして、島本投手は、リチャード選手にですね、ホームラン打たれてましたね。で、浜地投手はですね、三振3つ取ったんですけれども、被安打2で1失点と。まあ、ただ、浜地投手、ストレートも結構球速出てまして、150キロ近い球投げられていたので、まあ、今日ちょっと打たれてはしまいましたけれども、ちょっとずつですね、その良かった頃の浜地投手に戻りつつあるかなっていうので、安心して見られたような内容だったと思います。
まあ、今日はですねちょっと打たれてしまいましたけれども、投球的にはですね良かったかなというような感じですね。で最後9回はですね8回は岩田投手が登板しまして、1回をですね打者3人でしっかりと無失点で抑えました。岩田投手はこれで防御率 1.17 ですね。まあ、これだけ抑えていても、一軍に上がれない、競争がない、まあ、これが阪神タイガースの全てかなというふうに思います。はい、まあ、ウエスタンの方はですね今日打つ方では井上選手にホームランも出ました、篠井選手にもホームランも出ました。まあ、野手はやっぱり井上選手が MVP かなと思います。であとは個人的には投手の方は浜地投手と岩田投手、浜地投手は失点してしまいましたけれど、良かった頃の浜地投手が少しずつ見て取れるようになったかなというふうにも思うので、この2人が MVP かなというような感じですね。はい、まあ、1軍の方は今日敗れてしまって、また首位とのゲーム差は開いてしまいました。まあ、本当にもう今となっては3位死守っていうような形になると思うので、そんな中でですね、まあ、クライマックスシリーズ戦い抜く上ではですねこのファームの選手の力っていうのは必須だと思ってますので、このあたりの活躍している選手、ぜひぜひ昇格してもらえればなというふうに思います。はい、今回は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。